歳歳男のの女の子とゲーームつなななながり知りり知合いいににを交換する中にエロトークやおげんなどもしていた僕が顔出し欲しいとお願いするとお互い送るならいいよというので僕はイケメンの高校時代の友達の写真を送った自分は不細工なのでしかし写真を送った瞬間に女の子と連絡がつかくなり不思議に思っていたらそのイケメンの友達から LINE がなんとその女の子はイケメンの友達の仕事先の後輩嘘がバレ友達にも女の子にも軽蔑され高校の LINE グループにも晒され高校の 友人を全員ししましたー <laughs> な,な,んなんだろうね田舎だからものすごい確率じゃないだってまあ狭い世界なんだねだって普通ないでしょこんなことま、うん、あそれかこのイケメンさんがすごいコネクション持ってるかだよねイケメンすぎて地元では有名みたいな、まあ、めっちゃ有名なイケメンみたいなそうそうそうあこの人知ってるってぐらいのそうそうそう、うん、でもこれはもう完全に自業自得ですよ女の子騙そうとしてますからこれでもそれ多分自分の顔で言ったら普通にいけたんじゃないのもったいないよね可能性は本当あっただから そう作ることが良くないよっていう意味で、まあ、皆さんもね、あの出会い系とかもしやってる方いらっしゃったら、そういうことはやめましょうという話ですよ。いや、まあ、でも本当、田舎って、こういうのやっちゃだめだよね。東京だったら絶対バレないけどさ。あ東京はバレなそうだね、確かにね。うん、田舎は無無理理続いて